こんにちは、ケーナ奏者のレンです。今日はですね、またちょっと質問をいただきましたので、それにねお答えするような動画を撮ってみたいと思います。どんな内容かというと、なんかね、こう忙しくてケーナを吹く暇がないんだけど、なんかどうやったらケーナを吹く時間が取れるかとか、やっぱり毎日ケーナの練習することが上達の秘訣ですかとか、そういうような内容だったんですね。なので、ちょっとそれにねお答えするような、今日はですねお話をしてみたいと思います。ということでですね、普段ね、毎日一日ね何時間もね練習できるわけじゃないと思うので、そういった時にどういうふうな、ことをすれば、その練習の代わりというか練習になるというか上達をしていくのかとか、そんな話をしてみたいと思います。いろんな生徒さん教室にもいらっしゃいますけども、一番すごい方はね、一日確か毎日4時間くらいかな、発表会に向けて練習をしてという、本当に急激にね上達されたんですけども、そういう方ももちろんいるし、忙しくて3日に1回ぐらいしか触れないっていうような、そんな方もねやっぱいたりしますよね。で、この教える側からすると、ケーナを吹いてるか吹いてないかっていうと、うちの教室は2週間おきに、レッスンしてますので、その2週間で練習してたかしてないかは、1回も触らなかったか触ったかぐらいはですね、すぐに多分音を聞いたり吹いてる姿とか上達のそのね進みを見ればすぐ分かっちゃうんですけども、そうですね、そういうふうにね2週間何もしないで、レッスンに臨むってならないような、ちょっとそんなお話ですね。はい。でね、一番時間がない人に合わせて話してみようかと思います。全くケーナを吹く時間がないっていう人の場合の、練習時間の確保というか、ケーナとの関わり方ですね、行ってみたいと思います。一番おすすめなのは、まず朝起きたらケーナをとりあえず触ってこすります、撫でてあげます。それだけでいいです。それだけ、それを毎日やってもらえればそれで十分だと思います。はい。でこれなんでかっていうと、ケーナが身近にあるっていう意識を持つっていうだけの話じゃなくて、実はね、ケーナをこう持つと、多分ね、こう持っただけで置くってなかなかしないと思うんですよ。持ったらちょっとつけてみて、ちょっとだけ音出そうかなってなると思うんですね。これが大事で、1日1回ケーナに触れてピーでもいいから、口にケーナをつけて音を出すっていう、これをするだけで、するとしないでは大きく違うので、これはねおすすめです。なのでぜひケーナもねずっと袋に入れておくと、例えばあんまり良くないので、袋から出して置いておくっていうのも結構大事なんでね、 手に取りやすいところに置いておくとか、そういうのがいいかなと思います。あとはね、朝起きた時じゃなくても別に、家にね仕事から帰ってきた後でも何でもいいんですけども、ふとした時にパッとこう取って手に持つっていうことが大事ですね。持ってあげればね、何かしら多分拭くと思うの でちょっとでも拭けば、3分ぐらいは多分拭くんじゃないですかね。3分ぐらいは、1分でも拭いたら、1分拭いたら2分拭きたくなりますし、2分拭いたらもうちょっと頑張ってちょっと拭きたいななんて、頑張ってっていうか拭きたくなると思うんですね。なので、とにかく毎日手に持つっていうことで、かなりね、時間が取れる取れないとか関係なしに5秒ぐらいは時間取れると思いますので、それをやってあげると全然違いますので、ぜひねそんな風にやってみてもらったらいいかななんて思います。はい。今日は練習時間ない人のおすすめの、本当にない人のための話をしてみました。じゃあね、ちょっとだけ練習時間が取れる人はどうするかって、そういう人はねもう普通にやっぱりケーナは袋に入れておかないで、手に取れる場所に、例えばペットとかいる方はね、ちょっとペットの届かないところがいいですね。前ねこんなことがありました。犬にねケーナをかじられちゃって、なんか4つぐらいに割れちゃって、縦にね、なんとか修理はしてみたんですけどもね、そういう風になってしまうこともあるかもしれないので、安全なところに
置いておくと。あ、ちなみに袋から出しておくことの意味って何かっていうと、ケーナってやっぱね、こう湿気を帯びるじゃないですか。でそのままにしておくとカビがねどんどん進行してしまうので、カビが生えたりね、まあ、カビはまあ生えても大丈夫なものなんですけれども、なのでできれば拭いた後はこう袋に入れないで、袋はなんか移動の時の保護っていうような、そのくらいの気持ちで、持っていてもらえるといいかななんて思います。ということで、まあ、練習をするしないに関わらず、とにかくケーナを持つっていうことが大事かなと思います。そんな今日はお話をしてみました。まあ、ちょっとねあっという間の動画になりましたが、ぜひね、参考にしてみていただけたらと思います。ということで、今日は時間がない時のケーナの練習法でした。もしねいいねと思っていただけましたら、グッドボタンとかチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いできたらと思います。では。